スライムか。なんかもうちょっと普通に作るの飽きてきたかも。なんか面白い作り方ないかな。あ、そういえば最近流行りのスライムの面白い作り方があるらしいんよ。さてさて、次はあっちの方行こうかしらね。あー楽しい。なんか楽しそうな声聞こえるわね。2人ともお片付けしたのかしら。わー、最近 YouTube で流行ってる動画なしスライムだよ。あー楽しい。今ね、ときみお姉ちゃんとスライムで遊んでるんだ。そう、まったくこうやって作るのを汚してスライムだらけじゃないの。ちゃんと片付けるよ。まったくもう、ママはね、今掃除してるの。だから散らかさないで、本当に。まったく、とっとと片付けて宿題やんなさいよ。まったく怒られちゃったね。ママっていつも怒ってばっかり。そういえばさ、かなちゃんはお家でスライムやってても怒られなかったんだって。はなちゃんのママとっても優しいんだろうな。ねえ。あ、じゃあもうさ、ママの言うこと聞かないでさ、このままスライムで遊んじゃおうよ。あー、そうしよう、そうしよう。いやー、楽しい。すごい、めっちゃ伸びるな、スライム。ときみはーの、まったく片付けてないじゃないの。後でちゃんと片付けるって。後でちゃんと片付けるってさっきも言ったじゃない。あた、もうママはそうやっていつも怒鳴ってばっかりじゃん。ママのバカ。かなちゃんのママは全然怒らないんだって。ママのバカ。かなちゃんのママみたいに優しいママがいい。ママの、ママ友情思い出したから。ごめん、ママ今の思わず勢いで。ママごめんなさい。どうしよう、ママのこと怒らせちゃった。でもいつものママだったら怒鳴ってたはずなのに。ママのこと悲しませちゃったのかな。あー、もうどうしていつもこうなるの。帰ってきたらちゃんと一緒に謝ろう。そうだね。ママまだ帰ってこないね。お夕飯の準備しなきゃいけない時間なのに。あの、お腹空いちゃった。これ食べていいかな。ダメだよ、あの、これ以上ママのこと怒らせるようなことしちゃう。そっか、じゃあ我慢する。あの、いい子だね。ママが帰ってくるまで一緒に遊ぼう。ママって帰ってくるよね。何言ってるの、ママ帰ってくるよ。もしこのままママが帰ってこなかったらどうしよう。大丈夫だよ、あの、ほら、ピカチュウ。あー、ピカチュウだ、かわいい。ママ遅いね。本当だったらもうご飯の時間だね。ママやっぱり帰ってこないのかな。そんなことないよ、ちょっとお出かけしてるだけだって大丈夫。だっていつもはお家にいるもん。お腹すいたよ。そうだね。じゃあそしたら一緒にゆっくり食べよう。いいよ、はい。あのはまだ小さいからママがいないと不安なんだろうな。ハワノ、どうしたの？ママのご飯の方が美味しいよ。そうだ、あの、一緒にさ、ポケルン TV の動画見よう。あー、見る、ポケルン TV 大好き。ねえ、今日の動画何かな。あ、脱出だ、一緒に問題解こうよ。ハワノ？ママってもしかしてどこかに閉じ込められちゃってるのかな。え、お出かけしてるだけだって。だってママ帰ってこないもん。もうママが閉じ込められたとしてもママは絶対脱出できるって。そっか。ほら、じゃあさ、他の動画とか見ようよ。あ、ほら、ハーノが好きな原住民の動画。ハーノ、もしかしてママって原住民にさらわれちゃったのかな。どうしてそうなるの。だってママ帰ってこないもん。きっとナルドって悪いやつに捕まっちゃったんだよ。大丈夫だよ、ママはナルドより全然強いから。そっ
か。じゃあほら、ハーノが見たい動画選んでいいよ。ほんと？うん。じゃあ、この置き去りの動画。うん、面白いよね。実際に置き去りにされたら不安だろうけど、見てるとすごい楽しい。ハーノ？私たちって置き去りにされてるのかな。この動画なら大丈夫だと思ったのに。大丈夫だよ。それにだってここさ、私たちのお家だし。でもママを傷つけちゃったから、ママもう嫌になったんだ。もうママ早く帰ってきてよ。よいしょ。それにしてもハードたくさん泣いて疲れたんだな。でも寝てくれてよかった。ママがいないのってこんなに不安なんだな。こんな夜になっちゃったけど、まだ帰ってこないのかな。もしかして本当にいなくなっちゃったのかな。もう帰ってこないのかな。どうしよう。ママ帰ってこないの？ごめんね、起こしちゃった。大丈夫、ママ帰ってくるよ。さっきからそうやって嘘ばっかり、全然帰ってこないじゃん、ママ。私だってママが帰ってこなかったらどうしようって。もうどうしたらいいの。ママ早く帰ってきてよ。ただいま。ママ、あんなこと言ってママのこと傷つけてごめんなさい。ママの言うこと無視しちゃってごめんなさい。ママの言うことちゃんと聞いて、お手伝いもちゃんとするから、どこにも行かないで。もうママのお手伝いするから、ナレドに負けないで。何のこと？ナレドって何よ。ママ怒って出てったんじゃないの？いやいや、今日は隣町のさ、スーパーでさ、スイカが1個10円っていうね、広告見て、でせっかくスイカいっぱい買うんだったら、みんなと一緒にさ、スイカにしたいなと思って、だからね、それで行ったんだけど、いや自転車の他にパンクしちゃって、もう大変だったのよ。だからもう引いてきたから、こんな時間になっちゃってね。ごめんね、もうすぐね、ご飯の準備するからね。つまりママは怒ってなかったってこと？何？怒られるようなことでもしたの？何もしてないよ。スイカ割り楽しみだな。じゃあスイカ割りの準備してくるから、楽しみに待っててね。わーい。ママ怒ってなかったみたいだけど、もうママが傷つくようなことは言わないようにしよう。ママが怒ってなくてよかった。あら、何このスライム、あなたたち片付けてなかったの？ちょっと机に出したままだ。逃げよう。逃げよう。ほら、まったくもう机の上のスライム片付けないからベチャベチャになってるじゃないよ。こら、まったく片付けなさい。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。猿乗りだったのでひまりんを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？